はい、速稼塾の久保です。特別追加給付金の年内支給5万に対して、いろんなコメントをいただきましたので、今回そのコメント返信の、読み上げをしていこうかと思います。一件一件返信がちょっとできなくなってきましたので、こうやったまとめの返信動画でね、しばらくはご容赦くださいませ。皆さんの思いはしっかりと官邸の方、そして各事務所の方に伝えさせていただきましたので、まだまだ声がこれでも少ないんですよ。まだまだ少ないです。もっともっとね、皆さん怒りをぶつけていってください。思いをね、国民の苦しみをもっともっと権力者にぶつけていきましょう。必ず実現するルートは開かれます。それではコメントの方行ってみましょう。いや本当にね、私も憤ることが多いですよね、はい、では一番上です。 Give me 5万円 please 3時間前にコメントいただきました UX さん、はい、ありがとうございます。次、新井さんですね。清美さんですか。久保さん頑張ってください。ありがとうございます。官邸にだいぶ送ってるんですが、給付金の件で国会中継見てても話出せよと副総理で、ただ名前だけ、菅総理大臣官邸送ってます。そうですね、あのね、やっぱりね、新井さんまだまだ声が少ないんで、私たち単体の声では足りませんから、ぜひね横に広げていきましょう。同じような苦しみとか思いを持っている方にどんどんぶつけてもらいましょう。私のようにね、 YouTube で呼びかけろとまで言いませんけども、家族の方とかね、お隣の方とか職場の方とか、いろんな関係の方いらっしゃると思うんで、私たちの暮らしが苦しいのは何でなのか、これね、麻生財務大臣のせいなんですよ。財務大臣がこの国のお財布を取り仕切ってますから、私たちの暮らしが苦しい、お金がないってことは財務大臣の財政計画がおかしいんですよね。そこは間違いないと思います。次行きましょうね。稼ぎ方教えてほしいです、沖さん、全然いいですよ。メッセージください。ここに書くだけでは何も解決しませんのでね、ぜひメッセージをください。一応書いていきましょうか。ぜひメールでご連絡、これはい、書いてきましたかね。はい、次ですね。吹上さん、いつもありがとうございます。麻生の反対で給付金なしがっかり。本当ですよね、吹上さんね。でもね、諦めずにまだやっていきましょう。麻生財務大臣をね、罷免する勢いでね、80過ぎたじいさんに何が分かるんだって言ったら、全国の80歳の方に申し訳ないんですけども、麻生財務大臣は、もう本当に頭の硬い、頑固、石頭、人が苦しむのを喜ぶ人ですから、で、自分だけね、10万円のうなぎ食ってると、とんでもないやつですよ。上田さん、ある議会に電話したところ、年内は一律定額給付金はないとはっきり言われました、残念です。ここで諦めるのか、ないと言われたからどうやったらあるにできますかっていうふうにね、考えていくってことがちょっと勝負の分かれ目です。私はね、一人になってもやりますからね。で、一人だと実現はしません。10万人、100万人、1000万人の声が必要です。ここでくじけずに次行きましょう。はい、西村夫妻さんですかね、富江さんですね。久保様お世話になっています。北海道は気の毒です。ああ、そうですよね。我々貧乏人は旅行どころではないですが、議員さんはコロナもないのですが持ってないのです。金のなる木、いや悔しいと思います。でね、ちょっと私これ特に否定するわけじゃないんですけども、そうなんですよ、お金がないと旅行はできないんですけども、お金がない人が旅行者で働くことによって、その人たちはね、少なくとも救われる部分がありますので、 GoTo なんとかキャンペーンって今ありますけどもね、これね、利用者の方のメリットでもあるんですけども、同時に利用される方のね、飲食店さんとか旅行業者さんとか旅館業の方のメリットにもなってるんで、ぜひね、キャンペーン自体は悪くないと思うんですよ。ただ時期が良くなかったですね。今 GoTo なんとかキャンペーンやるぐらいだったら、やらずに直接そういった所得の苦しい方とかね、旅館業の方とか飲食店の方に現金給付が一番良かったんではないかなと思いますよね。ありがとうございます。三原さん、前ほど二階幹事長様に、定額は給付金またくださいとメールしました。勇気出てきました。ありがとうございました。そうですね、このね、気休めってのはかなり大事なんですよ。少なくとも気だけは休まりますからね。ですんで、苦しみとか状況とかを誰かにね、聞いてもらう、分かってもらうっていうのは、それだけでなんかね、癒される部分ありますよね。それこそ本当に気休めかもしれませんけども、でも気休めすらなくなったら、私たちはもう本当にやってられなくなりますから、気を休めていきましょう。はい。松本さん、まさみさん、定額給付金5万円ぐらいではとてもじゃないけど足りないなだろうなと。足りないですよね。足りない部分はもっと要求するか、もしくは自分で稼ぐっていうことになっていくと思いますよね。稼ぐ方法は私のサイトを見ていただければ、そのモッピーっていうポイントサイトでしっかり稼ぎますんで、ちょっと使ってみてください。ダッペさん、5万じゃ誰も納得しないよ、最低10万ぐらい。そうですね、それは思いますね。5万っていうのはね、本当牛丼一杯も買えないですから。違う、うな丼か。小池さん、
国民は第2回定額給付を待っている。自殺者全国で去年より倍以上に増えている。みんな頑張ろう。そうですね。やっぱりね、国っていうのはね、ある程度の人を死んでしまうのを待ってるんじゃないかなと思えるぐらいですよ。本当ひどいですね。マチコさん、やっぱりすごい。お一人お一人コメントを伝える形がご隠居様の持って生まれた才能。いやいや、読まれた方々はやる気出します。力以上に頑張るパワーがということですけども、本当ですか、ありがとうございます。素晴らしい動画拝見して魅力を感じました。ハートも強すぎて頼もしく、国民を救える方々が多くの方に伝わってきます。給付金は100倍出さないと日本中が地獄になると思わずにいられません。はい、そうですね、私も同じ思いです。頑張りましょう。細川さん、まず自分の文面読んでもらいありがとうございます。励みに、ちなみに電話この前かけましたが留守電になりました。はい、やっぱりね、細川さん、気休めってのはやっぱ大事だと思います。気休めすらなくなっちゃったら私たちね、本当にやってなくなっちゃいますから、ぜひね、疲れた時は私の動画を見て、私のね、ところにコメント書いてください。必ず読んでますからね。はい、あとは木野正刈さん、いつもありがとうございます。ここはもうコメント返信してますね。はい、木野正刈さんね、いつものように怒りをぶちまけてくださいました。木野正刈さんね、いつもね、長いお付き合いですけども、コメントありがとうございます。まさかりさんに励まされて私もやっております。ということで今回のコメント読みは以上かな。はい、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりね、コメントをいただくと私もね、読んでいただいてるんだな、見ていただいてるんだな、聞いていただけてるんだなということで、次の意欲にもなりますので、お互いこうやってね、小さい活動かもしれませんけども、励まし合っていきましょう。励まし合ってね。で、今のところこれ以上に何か別のいい方法が浮かべばいいんですけども、すいませんけども、私もね、浮かばないんですよ。ですね、自民党の事務所、地元の事務所に行ってね、対談するぐらいかなと次は思ってるんですけどもね。皆さんからね、こういうことを言ってくれっていうものがありましたら、まだまだコメント欄に書いていただければと思います。それでは、いらっしゃい。はい、隠居5年目速稼塾の久保です。今回は麻生財務大臣がね、本当にね、いなくなればいいのになと思いながらこの答弁を見させていただきました。途中もうテロップでね、いろいろとツッコミ入れてますんで、それを読みながら、このやり取りを見ていただきたいと思いますし、最後に私もね、まとめをしますんで、そこでね、一緒に怒りに燃えていきましょう。特別定額給付金なら、もう麻生財務大臣がいる限りは特別定額給付金どころじゃないと。日本の財政はもっともっと悪くなって、あなたのお財布から麻生財務大臣お金を取り上げてますよ。そのお金で麻生財務大臣はうな丼食ってますよ、10万の。この野郎。じゃあ、VTR をどうぞ。言いますと、やっぱり去年の10月からですね、家計消費支出はなんと12ヶ月連続でマイナスになっていると。今年の9月は前年対比でなんと家計消費支出は 10.2% のマイナスですよ。いかに日本はコロナの前から経済が落ち込んでいたかという証拠になります。GDP ギャップをプラスにするというのは、先ほど来申し上げているように需要をつけてやる。そのためには給付金とか減税とかですね、そういう政府がお金を配るということが非常に大事なことになりますが、大臣、いかがお考えですか。麻生大臣。いろいろなギャップの話っていうのでご意見が出てますが、需要を増やすっていうことが大事というご趣旨ではないかと考えますけれども、新型コロナへの対応ということで言われるんだったら、これは二度にわたる補正予算とか事業とか雇用とか生活を守るということは、いろいろやらせていただいた施策というのは着実に実行してまいる中で、この民間の需要というものは回復していくことが重要なんだと思っております。で、民需主導の成長経済に戻していかんと、政府支出だけでそれを賄うのには限度がありますので、その意味では私どもとしては、新たな経済対策というものに関しましては、いかにして民需主導に構造を切り替えていくかというのが一番大事なところだと思って対応して
少なくともこれまでやった中で効果のなかったものはやめる。そしていろんな意味で私どもとしては規制改革が始まってデジタライゼーションとかいろんなものが今出てきつつありますけれども、そういったものをなるべく民需主導につながっていけるようなものにはさらに支援をしていく等々、いろいろメリハリのついたものに付け入り替えていかんといかんところではないかと思っております。渡辺芳美君。まあ、その民需主導というのは、まあ、昔からですね、キャッチコピーとして使われているんですけどね、その民間が、まあ、大変冷え込んでしまってるわけですよ、家計消費をはじめとしてね。デフレギャップが55兆円からちょこっと持ち直しても、おそらく30兆円以上ありますよ。まあ、世耕自民党参議院幹事長は、30兆から40兆円の第三次補正予算が必要だと、まあ、妥当な数字だと思います、私もね。でも、今までのやり方、つまり各省持ち寄りで、積み上げ方式でやっていって、30兆円も40兆円も積み上がるんですか。政治主導でですよ、政治主導で、あるいは官邸主導で、ドカーンと給付金配る、大減税やる、まあそういうことでもやれば話は別ですけれども、第三次補正30兆も40兆も各省積み上げて積み上がるんですか。麻生大臣。政治主導というのの意味がちょっとよく分からんのですけれども、財務省において、これ、しっかり予算を詰めながらやっていかないかんところなんだと思いますけれども、少なくとも予算の規模のみで評価するのは正しい見方とは言えんのだと思いますね。その意味で、いわゆる私どもとしては、質の高い予算を編成していくということになるんだと思いますけれども、少なくとも、金を配った結果、どうなったかっていうのはよく今、いろんな方がよく言われますけれども、少なくとも個人の預貯金は、非蓄で増えております。あの時は10万円を配ったのは、かなりの部分が多くの方々に助かったと。いうと同時に、それはかなりの部分が預貯金に回らなければ、あんなに十何兆も増えませんから、預貯金が。その前の主力に比べて、7兆ボーンと増えております。数字ご存知の通りなんで、金配っただけじゃダメです。それが確実に使われなければ意味がありませんので、マネタリーサプライというものであって、そういったものがきちりと増えていくことにならんと、景気対策にはならんのだと思っております。渡辺芳美君。まあ、とにかくですね、日本は残念ながら子どもが減ったせいでデフレになったわけじゃないんですよ。日本の マクロ経済政策の舵取りを誤った結果、デフレになってるんですね。それはもう繰り返し、先ほど来議論があるように、増税やっちゃいけないときに増税をやる、金融緩和をやるべきときに金融引き締めをやる、この失敗なんですよ。だから今、例えば給付金が効果がなかったかのようなことをおっしゃられましたけどね。給付金配った頃は、家計消費支出もマイナス幅が縮小してるんですよ。例えば、6月なんかは、マイナス幅がマイナス 1.2% ぐらいに縮小してますよね。ですから、そういうお金は、まあ、一時的に滞留することはあってもですね、使われるようになるんですよ、これは。ですから、これは、第三次補正予算というのがですね、非常に日本経済のこの財政の崖、これを
考えたときに、非常に大事なことになります。今、円高がちょっと嫌な感じで進んできてますね。今日あたり103円台。いかがだったでしょうか。こんなふうにね、まとめてみましたけども、結局ね、私の方から言わせていただければ、麻生さんが言うようにね、お金を配っても効果がないって言いますけども、それは逆でですね、効果があるところまでお金を配らないといけないんですよ。まあ、やっていって実行して、はした金だから効果がないってことを、まあ、気づいてらっしゃらないのとしたらね、なんかね、財務大臣で言いながら、一番財務、財政のことについて素人ですよ、この人は。こんな人、なんでこの地位に当てたのかなと。本当にね、これ、日本を貶めるために、どっかの国が仕組んだとしか思えないですね。いや、本当にね、もう、麻生さんは、こうやって、国会議員のバッジを取り上げないといけないっていうかね、日本国民のその権限すら取り上げないといけないんじゃないかなとこまで来てますよ、もうこれは。で、いろいろとね、言いたいことあったんですけども、その民需主導とか言いますけどもね、やっぱりね、民間主導で経済を盛り立てていってほしいっていう思いは、麻生さんもあると思うんですけども、だったらね、増税するなよと。増税したりとかね、プライマリーバランスの黒字化とか言って、国民からお金を取り上げるようなことをして、引き締めて引き締めて引き締めてしまえば、それお金使えなくなってくると。で、使う、お金がないんですよ。お金使おうかなと思ったら、借金をするか、誰かからもらうしかないってところまで来ちゃってるんで、だから、もっともっと国からお金を流していかないと、民間の方へね。民間にはもうお金がないわけですから。で、民間にお金がある、お金があるって言いますけど、それはね、内部留保としてのお金がありますよ。内部留保としてはね。内部留保っていうのは何かっていうと、今使ったらやばいから将来のために取っておくっていう不安からお金が使えないんですよ。これ民間レベルでも同じで、将来自分の老後がどうなるか分かんないから、だからストックしておくんですよね。でも仮にベーシックインカムで老後も毎月10万とか15万配られますよってなったら、貯金する必要がないんで今使いますよね。経済良くなりますよね。税収上がりますよね。だから将来不安はもっとなくなると。こういういいサイクルが生まれるのはそんなに難しいことではないと思うんですよね。要するにね、国民がお金を使いにくくしてるっていうのが麻生財務大臣の政策なんですよ。だから麻生さんがいなくなれば全部うまくいくんですよ。で、財務大臣がね、一番経済の素人ってところ、本当頭が痛いことだと思うんですよね。で、その他にもね、今回、コロナショックで、30兆とか40兆とか需要が減ってるわけなんで、今の、予算編成だとね、30兆、40兆減った分が埋められないっていうふうに、吉見さん言われて、渡辺さん言われてましたよね、この質問された方が。で、今のままじゃこの減った需要が取り戻せないから、世耕さんが言うように30兆40兆の経済対策、国民生活支援ドカーンといかないとダメでしょうと。国民全員に10万円配ったら13兆とか埋まるし、20万配ったら26兆埋まると。こんな単純なやり方はないと。で、消費税を一時的にね、まあゼロにしたら、これまたね、20兆30兆っていうのがすぐに埋まるわけですよ。だからこういうことすごくシンプルなんですけどね。だからなんかね、なんとも言えないですけどね、まあ、肝心なこと最後に言われてましたよね。日本の経済対策、経済がうまくいかないのは少子化だからじゃないって。これね、多くの国民も勘違いしてます。少子高齢化だから国民経済が回らないわけじゃないんですよ。だって江戸時代って3000万人ぐらいしか人はいなかったんですけども、明治維新を超えてですね、経済どんどん膨らんだわけじゃないですか。だから3000万人からでも1億人になるんですよ。っていうことは、まだ1億人まで減ってないですから、この1億2000万から、もっともっとね、需要経済っていうのを膨らませることができるんですよ。なんでできないかっていうと、国民一人一人がお金を使いにくくさせている政策のせいなんですよね。まあということでね、いろいろ申し上げましたけども、この麻生財務大臣がね、いる限りは日本はうまくいかないなというところで、麻生財務大臣を下ろすためにね、もう露骨に麻生財務大臣の事務所にもう電話をしていくとかね、なんか徹底的に打つ手はないんですかね。で、ちなみに今回のね、動画キャプチャーさせていただきましたけども、後ろで黒いマスクしている人、あなたはね、サボってばかりないで、なんか言いなさいよ。もう、ずっとカメラに映ってるのに、よくこんなことができるなと。この人を政界に送り込んだ地域の人もね、本当責任ありますよ、こういう人が。テレビに映ってる限り、その個人を特定して、叩きまくらないとダメ、これは。政治家は叩きまくらないと。こうやって寝てるだけでね、この、なんか今すごく大事なことを言われてた、答弁だと思いますけども、こんなのられるくらりとしたことでね、眠たくなるようなことしちゃダメなんですよ。もう叩き起こして、ね、もうこの野郎。以上です。